ちょっと、あれですか、そういうドッキリ、いや、空き巣に入ったのに、僕は留守だと思ったのに、実は中にいましたっていう、あ、そういうドッキリなの。ちょっと何を言ってるか分かんないんですけど。完璧に、完全にやられましたよ。いや、一つ言い訳させてください。だって、隙間に住む人なんて最近めっきり減っちゃってるし、まさかこんな朝っぱらにやらかすなんて思わないじゃないですか。これでも黒ですよ、黒。僕のことそんなに欲しがります？あ、欲しいんですね。うわぁ、こういうパターン初めてなんですよね。いや、お姉さんすごいですね。いや、いいと思いますよ。伸びしろありますよ。バイト。え、それで何なんですか？そうですね、いろいろいただけないかと思いまして。物を、はい、どうもです。正確にはキスメッシュをもらっています。よろしくお願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、帰ってくださいまだ何にもしてないじゃないですか。勝手に人の部屋入ってこないでください。え、帰ってよ。せっかくはるばるやってきたのに。出てってはいはい、すいません。もっと、もっと。あ、これで大丈夫ですか？いや、よし、うん。え、なんかないですか？なんかって、いや、なんかご不要なものとか部屋のスペースに合わないものとか、今から無料で持ってきますんで。廃品回収じゃないんだ。あ、もう似たようなもんですよ。空き巣なんでしょ。あ、もう親戚みたいな感じで。何もありませんから。本当何でも持ってきますよ。なんかもう捨てるきっかけがなかったものとか、あ、人の気持ちが乗ったものって捨てにくいでしょ。あ、結婚式の引き出物とかマジ面倒じゃないですか。本当にありませんってば。ええー、ちょっと待って、ちょっと来ないでください。ちょっと、あ、え、え、なに、これどうですか。ダメに決まってでしょですよね。いや、あ、でもあれですよ、この部屋を見る限りお姉さん、ねえ、ねえ、あれでしょ、物を捨てられないタイプでしょ。そんなことあなたに関係ないですよね。すいません、否定してるわけじゃなくて、むしろ分かりますよみたいな、うん、いや、僕もね、そういう人間だったんだよ。え今はこんな感じで、まあ、フラフラしてるんですけど、もうちゃんと家ある時はもう自分の部屋汚くて前ですよ、もうお姉さんなんかにも全然もっとひどい感じです。もう当時の彼女なんかそれで別れちゃいましたからね。あ、だからお姉さんみたいなタイプ、なんか親近感湧いちゃうっていうか、なんか助けてあげたいって気持ちになっちゃうんですよね。助ける、うん、なの、僕はもうお姉さんみたいな状態からしてるんですけど、楽、うん、楽なんですよ。なんか余分なものがないってね、胸がこうスーってめちゃくちゃ気持ち軽くなりますよ。あの、うん、別に困ってませんから。それは嘘です、うん、いや、分かるんですよ、僕も経験あるんで。今の状態息苦しいでしょ。でも、うん、もしかしたら必要な時が来るかもしれない。うん、分かります、分かります。でもね、このほとんどのものがいらないもんなんですよ、残念ながら。そんなことないですよ。うん、その気持ちも分かります。あ、じゃああれですよ、試しましょうか。僕が勝手にこの部屋にあるものを適当に持ってっちゃうんで、なくしちゃったってことにしてください。え、何を言ってるの。あ、じゃあ少しの間目をつむっててもらえたらいいですよ。もうその隙に僕がパッとやっちゃうんで。何を何を取られたのか気づかなかったら、それはあなたの人生に本当は必要ないものなんですよ。だから何があなたにとって大事なものなのか、いらないものなのか、確認するいい機会になると思いますよ。あ、もちろん明日はちゃんとお返ししますんで。もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ返します。絶対。絶対。もし OK だったら目をつぶってください。どれくらい？3秒。絶対。絶対。
ありがとうございます。じゃあ今だ。はい。2、1。あ、もう OK です。はい、取れましたね。まあ、あれですよ。お姉さんは、お姉さんお姉さんは少しお寝坊しちゃって、その隙に僕が取ってしまった。なんか取ったよね、今。いや、そんなのわざわざ確認したら意味ないじゃないですか。ね。こういうのは、普段の生活の中で自然に気づくもんじゃないと意味ないんですって。いや、ちょっと待って、何がなくなったのか。大丈夫ですよ。僕ね、しばらくこの辺りうろちょろしてるんで、またしてきます。で、その時に気がついたらお返ししますんで。ね。え、ちょっと待って待って待って。じゃあ、そういうことで。放送が終わった午前7時、私はいつものように寝る。